まあ、ちょっと事実上の夫婦みたいな。大根なのかよ。ラブってやつか。はい、それじゃあ行きます。すごい波乱となってますね、もうね。はい、お願いします。はい、ラバーズの皆さん頑張ってください。何も頑張るの。さあ、私の彼氏は誰よ。夏さんとえっちゃんさんはもう夫婦だもんね。いいなー。確かに、まあ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 、そういうことにはなっちゃってますけど。確かになっちゃってました。おい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 、これ夏さん質問があるんですけど。はい、うん、さっきえっちゃんさんにプロポーズされてましたよね。そうですね、プロポーズはされて、夏さん答えてはいって言いましたよね。はい、そうですね、言ってた。そういうことっていうことですか。ヤフーニュースか。ヤフーニュース。まあ、ちょっと事実上の夫婦みたいな。やめてください。何、事実上の夫婦。事実上。事実上以外の夫婦の方がレアケースです。ノッチさんとえっちゃんの2人の温泉旅行動画も。うん、あ、あ、なるほどね。いいね。私が助手席でね、カメラを撮って、あ、ね、ありがとうございます。なんで運転が女性側やねん。あっちゃんどんな気持ち今。いや、えっちゃんめっちゃ車運転せっかくなんで、うん、あれですか、指輪でも買いに行きますか。あら、みんなで、いや、みんなで買うやつじゃないから。えっちゃんに似合う、みんなで買うやつだから。宝石、うちうちの話だから。あるね。大きい宝石置いてあるところ僕知ってるんで。全然でも。はい。僕、ご案内するんで。はい、宿舎前左にありますお店。どうぞ。宿舎前左、わかります。おいおい、なんか事故る気がするぞこれ。なんかもうまた嫌な予感がする。そう、いらっしゃいませ。ここに来た。あー、すいません、いらっしゃいませ。どうも。あ、すいません、ちょっと僕警備員なんで、あー、ちょっと危ないです。これすごい高級な宝石。触らないでください、触らないでください。あー、ちょっと僕警備員なんで危ないですよ。触らないで。何か本日は何か お求めですか。すいません、私たち事実上の夫婦になりまして、指輪が欲しくて。事実上の夫婦。あ、でしたらこちらにありますこの宝石などいかがでしょうか。はい、あ、すごい素敵。大きくて浮いてて、お前これ好きそうだな。似合ってます。うわ、素敵だな。いくらなんだろう、ちょっと高いよね。おいくらですか。はっちゃん従業員、ちょっとごめんなさい、ちょっと僕行かなきゃいけないから、ちょっと後よろしくね。すいません。こちらの方ですね。わかりました。本当にお二人お美しいカップルですので、これ 50% オフ。マジかよ、いいのかよ。すげえ。買って買って、ね、これがいい、これがいい。 50% オフで、50% オフで。何カラットですかね、こちら。いや、すガラスだろ。え、1000円。こちらカラットで言うと、これ、はい、これカラットで言うともう3万ぐらい、ね、3万カラット。3万カラット、はい、3万カラットで、ね、本当に本当に32,300円。32,300円。安いね。ええガラスだろこれ。32,300円。3万カラット定価でも6万だぞ。これを指輪にということですか。これを指輪に、この丸ごと。そうです。あ、これこれもう、このこれ裏側見えますか？これちょっと ありますね。これ裏側にこれ。本当だ。あ、本当だ。あ、指今指つけてるところ。お似合いです。なるほどね。ある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 。お似合いです。うん。これにするか。これこれ。待て。マジ。おい、俺の嫁に、俺の嫁に何てことしやがってるんだよこの野郎。おい店員、おい店員、おい店員、おい店員出てこい、こら。殺した。おい店員、こら。殺した。おい店員。やばい。殺した。相手の顔が。宝石盗もうとしたから殺した。バカ野郎。声変えてる。声変えてる、ちゃんと。ちょっと声変えてる。持って行きやがった。宝石崩れようとしたから殺した。これなんかうちの従業員で何かありましたか。いや、こいつがこの発注、店員さんがうちの嫁に手を出してやられちゃいました。いや、ポケットに入れようとしてたんよ。入らねえだろうがよ。500、え、なんだっけ、そんな空っぽ。いや、もうめっちゃ入れようとしてた。めっちゃ入れようとしてた。だから殺した。はいはい、この店員さんを釣ってください、お願いします。でもお願いします。もっと盗んでその人いますけど。
右上にね。あれ真犯人か。まさかに後ろに付きんだろ。どこいるやん。あこんな露骨な犯人いるんだな。かっぱらってきましたぜ、大京先生。やつらから警察の方がしてますか。一応現場検証だけいいですか。先に検証だけしに行きますか。ちょっとじゃあすみません、皆さんお集まりいただいて関係者の方々お忙しいとか本当申し訳ないですけども、次のターン始まりに金庫所にお集まりいただければと。すみません、これ強制なんで。うん。任意じゃないですよ。しっかり僕しっかり店員行けよ。と関係ないんで。逃げんなよ店員。まさか死ぬとは。これ忙しいんだから勘弁してくれよ、もうちょっと近寄らないでくださいね、殺害現場。今から写真撮るんで。ちょっと近寄らないで、ちょっとやめてやめ。おい。なるほどなるほど。ちょっと近寄らないで、テープ貼れないから今。これどうやって死んでたんですか。これはすごいな。やついるやん。ちょっと危ない。おはい、近寄らないでね。はい、近寄らないでね。これも、一案件だから、これ。案件だから、これ。やばいな。指紋集めるから、今。ポンポンするやつで。ポンポンするやつね。アルミコのやつね。全員来てない。もうむちゃくちゃやん。みんな死んでる。大丈夫本当だ。あれどうなって、ちょっと待って。あれやべえやべえ、金を持って逃げなきゃ。誰がやってんの。やべえやべえ。お前だろ。めちゃくちゃ。大変だぞ、お前だ。これ。あれ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 いっぱい死んでる。おいおい、メインの登場人物がいなくなってるやんけ、全員増えてるなぁ。メインがいなくなってどうするつもりや。やばしれっとくんな。しれっと来てんな。やばじゃないわ。ライターチェック見てました。そのガヤの後ろにかかってすげえ、キックに黙られた。はい、それはこれは一体どういう。死にます。死にます。やばいです。大丈夫だ、見たったら。大丈夫だから見たったら。ミュージック、大丈夫、俺は守ってやるから。何のドラマだよ。するなら俺を釣れよ。どういうドラマ。いや、いいんだ、見たったら大丈夫だ。俺が全部悪いんだ。俺が信じたことだから。するなら俺を釣ってくれ。大丈夫。ミサトラ、いつまでやるのさ、これ。いつまでやるの。ずっさんするまで。もうちょっとじゃあ、ズズのボケブラリー見たいんで、じゃあ僕、ボケブラリー。バッチョ。ミサトラ、俺さ、あんまり人を信用できなくてさ、今まで好きな人が一人もできなかったんだよ。だけどさ、お前に出会って、恋するのも悪くねえなと思っちゃったよ。もっと早く言ってよ。早く殺してあげて。最後の恋がミサトランでよかったよ。あと2分です。スキップしろ、スキップしろ、スキップしろ。もうなんかな。八百屋で大根売ってた時、かっこいいなって思った。確かに。それを見つめてるお前の顔。めっちゃ可愛いなって思ったよ。いつまでやってんだよ。そんなこともあったな。シチュエーションダセーな。シチュエーションめちゃくちゃダサいよ。もっとバカみたいなことしたかったな、お前と一緒に。早く殺してあげて。おもろ。まだ80秒ある。ちょっとドキドキするわ。ちょっとドキドキする。ミサトラ、俺いなくなるけどさ、またあの八百屋に行ったら俺と似たようなやつが現れるかもしんね。そん時までさ、そん時まで俺のこの大根持っといてくれよ。ちょっと待てな。だから腐るわ、腐るわ。これがラブってやつか。第三者目線。
あー感動した、もう感動した、もういいドラマだ、まあ面白い、すごいすごいよこれ、またね、お疲れです、心つ、いやもう、見せてくれた、いやー、番長がもう、あれだな、もう、忘れてた、番長、ほら、ほら、番長、マジかよ、意地悪だから、意地悪だから、めっちゃ意地悪だから、ほら、猫かぼちゃだ、猫かぼちゃ、猫かぼちゃだ、猫かぼちゃだ、持ってかれたよ、なんで俺なんだよ、そりゃそうだよ、そりゃそうだよ、番長釣れた、番長釣れた、ミサトラ、番長釣れた、これおもろいなぁ、いやー、猫かぼちゃで持ってかれるのめっちゃおもろいな、本当に感動した、ガチで感動した、感動したのあれ、感動した、笑い、もう笑い泣いた、もういろんな感情出たわ、やりきって、めちゃくちゃやりきってアドリブで、待って待って、ジャッカルなの気づいてない、待って、果たして気づいてないの、多分ラバートなんですよ、ズズさんとミサトランさんが。釣られてんじゃねえよ、お前。ピアノ弾いてたやろ、ミサトランさんの弁当見てるので、ミサトランさんがジンガイ買って、で、ズズさんラバーズ、ミサトランがラバーズで、これでミサトランさんも落ちてることによって、多分猫かぼちゃの後追いが発生、番長さん見てる。どっちも俺じゃねえよ。確か、竹尾さんがお前やったやろって言って、竹尾さんを詰めてたことを覚えているから、竹尾さんの死に方的におそらくシェリフなので、竹尾さんが言ってることが、クルー目線の発言と信じると、畑園さんからっていう感じ。すげえな。何も頭に入ってこねえ。何も頭に入ってこねえ。そうそう、私もだって自分の見た主観情報しか話してないから、それ。最後にあげた大根が大根おろしになったことしか覚えてねえや。ごめんなさい。マジで。畑園さん違ったらごめんなさい、もう。ごめん、ほんとに。もろかったな、大切にしてほしいって言った大根。大根おろしにするなよ、ほんまに。思い出の結晶下ろされてんだよ、もうすでに。なんで下ろしてんの、お前の、お前の恋愛その程度だったのか、マジで。ゲッサーですよ、普通。ゲッサーだったんですよ。いやー、最高、マジ。ほんとや。マジですごかった。すげえわ。いや、いい。いいドラマ、ありがとう。いや、もうすごいわ、マジで。さすがだわ、ズズさん。続編2なの？続編2。